はい、それではですね、今回は、マインクラフトをやっていこうと思いますんで、よろしくお願いいたします。さあ、ということで本日はですね、無事前回ね、畑もこう完成いたしましてですね、これで育てられるもの、まあ、ネザーウォーツ、ウォートはないんですけども、それ以外はね、すべてまあ一応揃いましてですね、ようやく畑の方も立派になってきましたというところでね、本日はですね、村人と交易をやっていこうと思います。ということで下準備ですね。交易に使えるもの、まずはサトウキビ、まあ、買ったばっかなんでそんなにまあ、育っているわけではないんですけど、少しでもね、多く持っていきたいですね。トウキビ。はい。あと、カボチャですね。カボチャもね、意外と、農民と、まあ、取引ができると。ということで。カボチャもいただいていきますね。で、スイカもこのようにね、順調に、増えております。スイカはポーションとか作るとき使うのかな、ね、でビートルトはないので、で、人参とジャガイモまだ増やしてる途中なんでありません。で、小麦はたくさんいます。ということで、お茶類とサトウキビで、サトウキビは、紙にね、変えてしまいます。OK、 では行きましょう。余ったものは置いていきましょうか。でね、まあ、うち師匠が一人しか今のところ確認できていないんで、ちょっとね、そこだけすんごい困ってるんですけども、さあ、果たしていいものを持っている人はいるのでしょうか。一回寝ますかね。さあ、ということで、ついにここも開放する時行きましたね。これちょっと外側からしかできないんで、これ開放して村人を外に、放ちます。で、畑もね、ちょっと端の方へ移動しようと思ってるんで、それでは行きます。村人を開放、あんま人がいないところからね、こうちょっと開けていきましょうか。何人ぐらいこれね、生まれたんでしょう。あ、ごめん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 、急にね、ま、あの目の前の方に入ってくると、あー危ないか、ちょっとすごいな、主張が激しいな。おー、いたいたいた。結構、まあ、脇潰ししっかり通していて、結構ね、まあ、ヒョルトが来てますけども、ほぼ湧かないっていうか、ほぼ湧かない。あ、ごめんごめんごめん。っていう村なんで、非常に平和ですね、ここは。怖いなぁ。よいしょ。柵は全て撤去できました。よし。あ、意外といるな。よし、じゃあ、攻撃スタート。とりあえず、まずは、師匠はちょっと最後取っとこうか。まず、農民と攻撃をして、エメラルド集めから行きましょう。いいですね。
パワーアップして、カボチャにもできるようになってる。さあ、こうね、一回一回ちょっと確認しながらね、もったいないんで、やっていきましょう。OK、OK、OK。もう一個か。もう一個行くんだね、確かね。一番最後はなんか、なんだっけ、かぼちゃ？じゃあ、パイか。パイとかなんかケーキとかを最後くれるんじゃなかったっけ？農民って。で、多分これがマックスですね。オッケー。そして、みんなと7つ分ゲット。他の農民の方っていらっしゃいませんね。羊。あ、農民って、あ、いたいたいた。ついにカボチャ？わかったわかった。心配になっちゃうね。なかなか上がらないと。みんな集まってきたな、なんかな。せなかったな。ちょっとじゃあ農民と一気に交換しちゃおっか。さっきのよし、いいかな。出てた。で、君あ、ダメ、ミスった。待って、かぼちゃ優秀だけど、あー、変にめっちゃ持っちゃった。連打はちょっと禁物ですね。かぼちゃのパイもらっちゃった。いっぱい、こんなにパイもらっちゃった。ああ、もったいない。メイメイメイなどは。さあ、次、じゃあ師匠行くか。君、清水か師匠。まず最初茨持ってですね、茨さん。とりあえず1個行きまーす。多いですね。本棚も出ました。で、2つ目いいかな。いかない。次、来ない。なかなか来ないな。あれ、なかなか来ないな。全然来ないの。ちょっとこれで来ない。OK、 やっと来たよ。でこの、あ、この次だ。もう一個だ。もう1段階2段階ぐらいあるんだっけ。しょって、てか最後エンチャントモンが2つ出るんだよね。よし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 、来い、パワー4。結構強いじゃん。パワー結構強いぞ。
ダメージアップってことだよね、要するにね。髪終わっちゃったよ、ちょっと。来ないな。あ、来ないな。おっしゃ、来た来た。せーの、ドン。火炎か。まあ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 ですね、はい。さてさて、ではでは、次行きましょうか。これじゃ一通り行きまして、あとはもう石炭ですね。お武器、工具、防具、こことの、あとは勝負でございます。こんなパイいっぱいもらっちゃった、すっげーいらない。で、あとは、ゾンビトラップから大量にゲットしたこの腐った、肉ですね。行きましょう。まずは防具、工具。君は防具か。防具は取れ後だな。防具は後。とりあえず工具と武器。まあどっちかと工具だな、メインな。武器。工具はいないの、工具。おー、したいた。あー、いいの持ってる。では、取りに行きましょう。一回で。何段階だっけ？フォー。何回ね、忘れるんだね。だから村人取引。切ったダイヤのつるあし、これですよ、これ。せーの、ドン。効率か、1か。効率1か。いらないな。そっか。これもう一個出るんだっけ。道具は、道具はこれまでですね。微妙でした。1人目、次2人目。工具いきましょう。だから2段階ですね。2段階アップですね。はい、こいつに。どこ行っちゃう。どこ行った、さっきのやつ。君、君かな。違う。あ、みんな家に帰っていっちゃうね。一回寝るか。おー、すごい、すごい勢いでみんな家館の方へ集まっていく。一応ハートは出ていたんで、多分それは大丈夫なんでしょうね。さっきの人はどこ行ってたんだろう。これハートは出てますもんね。ちょっと出して、はい、じゃあ入れて。あ、君君君。
と、外れだなぁ。工具、武器、防具。工具これだけ？あらららら、あらららら。そっかぁ。これは辛いなぁ。ちょっと。村人運が全くない。じゃあ武器とか行きます。そしたらできてきたもんないんだけどな。はい、と、武器も一緒ですね。2段階終わっちゃった。アップしないな。ちょっときついな、これは。あとはもうね、司祭は、さあグローストーンとかね、エンダーパールとかラピスチレッドストーンなどなどいろいろと交換してくれますので、まあ司祭はありがたいはありがたいですよね。うん、ただじゃあ司祭いきますか、一気にね。これでね、まあエメラルド稼ぎをできますんで、あのゾンビトラップを使って。もう一段階か。あ、最後はエンチャントビンか。エンチャントビン来ない。何のビンなのこれ、エンチャントビンって。効果は書いていないんか。さあ、ちょっとわかんないな。じゃあ、いっぱいやっちゃいましょう。でもないのか。肉が。あ、肉の消費量でかいな。あと一緒なんで。きついな。とりあえずじゃあダイヤモンドのつらしもらうか。一本。ちょっと師匠、師匠もいないし、これあれか、ま、間引いていくしかないのか。ちょっと ひどいけれども、間引き必要かもしれないな、これ。じゃあ一本いただきますか。ね、これを一本いただいて、そうするとこれはこれで終わりか。うん、微妙だったな。レボーグはダイヤのエンチャントしてあるチェストプレートを持っているということなんですが、それはあんまりいらんかな。今のところ必要ないんで、まあね、まあ余裕ができたらちょっとそれも、取りましょうか。一人で寂しいね。40枚結構必要なんだな、肉って。わー、収穫がないな。あとで間引くか。ちょっとひどいけれども、これ眠らびと条件が決まってますからね、この BS4 版は。なので必要ないものはや
っぱり間引かないとちょっと、うん、いけないかな。それもこんなにいらないし、ね、ね、あのヤシとか羊飼いとかもいらないんで、次回までに何とかしておきたいと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よかったですね。チャンネル登録やコメントなどよろしくお願いいたします。それではまた見に来てください。ありがとうございました。